8枚目です。デブ5人で乗り打ちしてるんですよ、ね、みんなで一つの財布です。その一つの財布から俺が一人で8枚抜いてるんですよ。泣くでしょそんなもん。あ、3ラウンドは 33.3% です。それが 50% で来られると困りますわ。女性1枚借りてもいいですか。あ、すいませんお借りいたします。4枚目です。だ本当に2人がこの展開で良かったです、ね、いややばい。え、今何時。え、まだやん。まだ午前。マジか、全然経ってない。スキーズ日の視線めくるせ、スキーを作らせないめくるせ、目線は見せる言葉でさえ麗しく思わせる。まとめぜ愛と空洞を織り交ぜ、冷たくは知らんさっぱりだぜ。人を待てもなく氷の道をまた忘れる通り落ちる。欲に応じて顔見返っちゃう、囲らず刻まれる交尾者。二度とお目にかかることはない Still my heart seem like a movie show。 キスのプリーズキスで狙い下げめ直線に滑走、夢に描く至極の滑走。キラキラ二人で映画化ぶかこれがスロッターたちが打ちたいバルブレイブの設定6です。これはちょっとさすがにね、どん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 悪い方へ行ってんすよね。最初はハマっててもまだそのレーからポイントプラスしてもらって、さらにねブーストチャンスとかいろいろあったんですけど、ここに来てレーク引いても加算されないし、ブーストチャンスもいかないし、純粋なゲーム数でハマられたらあっという間に10万ぐらい使っちゃうんでね。なんてきつい展開を繰り返すんだ。刺しましょう、さあそうね。はい、雷蔵です。252ゲーム。皆さんも気持ちを。74,000っす。さあということで、1000ハマって革命ボーナスで、また1000以上ハマってですけど、13時10分使い74,000、当然革命ボーナスだろうと。 OK、 1角入れるぞ絶対に。もうドキドキしたくないんです。ここで引かなきゃいけないみたいなことになりたくない。なんでここに来てこんな引けなくなるんだよ。遠いな道のり。もうマジで切れそう。助かった。ちょっともう喋んないで、ごめんなさい、行きます。うわー、4人です。もう設定したどうでもいいんだよ。もうなんでこうなんだよ、もう。これ俺6打ってんすよね。2700で革命ボーナス2の決戦ボーナス1ですね。はい、やばいっすね。あれ、勝つとどこ行った。あ、いたヘルメットで認識してるんだ。あの、だからこのボタンの向こう側見たことないってことでしょ。この落ちたね、落ちた後ろ側。そうそうそう、やっとかよお前って書いてあったらどうしよう。この裏側に世界が見えるから、そっからまた明日もお待ちしております。ラーメン屋ちゃうねんから、スープ飲み干した後じゃないのか。一点回ピンね、正解。うわ、めっちゃなりそう。
ちょっと俺指温まってない感あるわ。あ、まですか。うん、まだ鳴らなさそう。なんか俺二郎さんが鳴らしていい感じの時に邪魔で鳴りそう。そう、だから二郎くん発信みたいなのがありそう。そこからこうどっちかがこうまた来るみたいな、うん、はい、言ってたら僕でした。やっぱ初段は二郎さんか。紫から1日後、いい、ね、なんか今までのポキュンより力強い気したな。長いね。長い長い、はいはい、ほらうわやめろやまだ俺のガエル。そうなんやな。ありがとうございます二郎さん、すみません。マジのじゃん。そんな気してんの。おい、近場で吠えんなよリゼロスタンバイ、はいはい、詐欺時にブルなし。こっちもブルなしです。ただ保留は赤。おお、いいっすね。追い越しいな。ゼロから始めよう。いや強い方。ブルブルブル。あーでも紫か。熱っ、大チャンス、大チャンス、大チャンス、厚赤いいよ。いやノーマル金ショコ。おい、おお、鬼がかってますな。頼むよ、俺は当てすぎだよ。鬼がかってますね。いい感じですよ。頼むよ。紫やめてな。うわ邪魔しただけや。さあエルザの赤タイトルです。じゃあ赤テロップ、いい、ね、これはでもまあいいんじゃないかな。順当にベアトリスつからんかなそこ連打でのここか。でこの最後のジャッジの時もなんか押して喋ったら当たりって言ってました。最後のボタンの時赤まで。ちょっと不安じゃないですか。頼むよ、しゃべってな。あーでもおーおよっしゃ、ナイス。さすが、さすが、マジで言った通り。ありがとうございます。ここから来てる。いやすごいね、全部200までに当たってる。やばいね。ライオン級じゃないんだから。初当たりだけはほんと取れてる。ザクザクしちゃうよね。じゃあまたいいっすかね、そろそろね、ここでね。もうさ、もうさ、はい、いいやん、これ見届けるで。いや、なんか俺も俺もって、俺も俺もとかいいのよそんな、かぶせて滑って、うん、滑って頼むよ。ロケットスタート切るわ。あ、完璧、完璧のタイミングです。で、ここのボタン押して色って言ってたよね。そうです、そっちらしいです。分からん分からんね。まあいいか、何色でも。いや白やった気する。違うかな。じゃあめっちゃ弱いんちゃう。やだやだいやいや、それはね、やだ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 。もうほんまに頼むわ。4回目よこれ。4分の1なんて寂しいでしょ。行ってくれ行ってくれ。ここで半々になろう。頼むわ。よっしゃ、ありがとう、アルシャマくん。いいなすごい、中東のサッカー選手みたい。ベアコさあ、お願いします。スラッシュです、頼むよ。落ちブルアップカスタム入れます。うわいいっすね。ドナブルもアップします。うわいいねいいねいいね。ちょっとうわ、人のでもおもろいっていいな。まあ、継続率は77。くしょ、何なんか邪魔せんとってよ。みんなで邪魔されません。いやいや、これ俺の番なんですか。当たらん、当たらん、頼むよ。当たらん、エキドナ動いて。エキドナが動くだけで幸せになる人がいるのよ。蝶々、え、鳴らない蝶々。 あダメ、頼むわ。いやマジでこれ単発、いや、紫来ました。ほら、時間動くよ、時間動く、
3333、やってくれるじゃん。いや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 、もうマジジェラシー。うわ、たまんねえたまんねえって、もうたまんねえ音最高すぎ。ちょっと 25% 引き続けちゃうか、ね、やっちゃってもうウェディング見ちゃうか。今日、はい、2月何日でしたっけ。26です。何の日か分かります。え、226事件。ジローだ、ジローだ、すいません、ジローだった。ジロー月1デーです。ジローの日です。うわ、そうだ。お、これ最近気づいた。え、元のジロー26こそジローの日。10年ぐらいやったのに26日ジローの日って言おうと思って、どっかでって思ってた。頼む頼むよ、ここよ、強欲であれ。25番引いちゃえ。引っ張ってきそうだもんな。いやー、そろそろいいよね。引き弱です、ごめんなさい。いやいや、引き弱な人がこの画面出ないです。今ここではまだ物足りんな。万公園と物足りんぞ。そうね、うん、まずマン、マンは行きたいね。ここで先バレー、はい、おい、すんません。え、白の日操ってます。マジ今のタイミングやばいっすよ。やばいよ、やりたい方だやってんね、うん、いや300嫌やちょうだいよ。俺あの演出見たいねんな。3000になるやつ、うん、あこれならダメよね。ここで先バレー、ピヨン。ここで先バレーなタイミングやば。わ、え？あ、しゃい。ああ、あれだ。普通に先バレーならんかったな。他のやつ言うてるからってことかな。はいはい、なんすかね。ね、もしかしたら。なんでしょう。すげえ、二人とも1万3000持ってんの。ねえ、デブ5ってあのたくさん買ってる番組ですよねって。うん。デブがめっちゃ出してデブがめっちゃ食う番組でしょ。うんうん、デブと言えばデダバと飯って言うからね。操りすぎて今ジローさんが何のカスタムしてるのか分かんない。俺ももう分からん。ドナプルとボタンと先バレ、うん、両方同じタイミングバーンって落ちるからね。頭おかしくなりたい全部って。自分の視覚から落ちて音だってドナプル全部見えるから頭おかしくなりそう。もう死んないと思います。やりそうでするじゃないですか。100%来い、5%、 30% とかから結構期待できましたっけ。先回り入れてるでしょ。何を意味あるのかな。いやね、でも俺 10% で今日ね3回ぐらい当たってる、はい、先回り何パーになるんやろ。でも見てみたいね。え、あ、ちょ1回だけなってマジで、うん、1回全部飲みたい、うん、次終わってもいいから1回だけなって。 30%、次ここ行っちゃ頼む。ああダメだった。いやきついわ、やばい。とびっきりの保留入ってこい。え、一パーとか言われるの嫌。俺残酷すぎる。頼む、まだ。いやすいません、出てんな。7875、まあ、最悪は避けたって感じ。そう、でも駆け抜けなかったしね、ちゃんと1万4000ちょいです。おい、すげえな。かけれる調味料全部かけたもんな。全部かけた。醤油もわさびも上からマヨネーズかけてドバーンっつって、かけるだけかけて味わからんまま終わった。食べさせてもらえんかった。終わってすぐで申し訳ないんですけど、うん、僕ちょっと鳴らしたいんで衝撃だけお願いしていいですか。わかりました、わかりました。すいません。一発じゃあ、はい、先に軽いやつ鳴らしてきます、はい、軽いやつです。この前銭湯に行った時に、はい、体重測ったのよ。おほほほ。そしたら見たことない数字出てさ、だ、あ、でもなんか背負ってる責任とかの分増えたんかなと思って。
その責任とかプレッシャーとか、はい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 、でやっぱ結構重いからさ、その絶対負けられないみたいな番組 もやってるからなんぼ、はいはいはい、そうですね、だそれのこの重圧の分、うん、はいはい、グッてこう体重に増してんのかなと思ってんけど、いや、うん、でパッて鏡見たら、はい、まあ、宴の後のルフィみたいなやついてさもうパンパンに入った、もしかして俺ちょっと太ったかと思ってちょっと痩せます、はい、2桁のその上の位の数字はそれもちょっともう内密に9ですか、内密させていただこうと思うぐらいリーチリーチですよ、もう9の次は0なんで、いやでも自分で分かるぐらいに、ただあの体重いとかもないのよ、そのこっちはあんま分からんかったというか、あそういやそう、ちょっとなんか服とかパツってきたなって思うぐらいであのそういう気づきって結構重要なのかな、けど俺も80から90、90から100の時分かんなかったもんな、体重計乗らないと何にも違和感なかったですもん、別に体重いとかなく、え100乗ったんいつだもん、高校卒業して大学入る前ぐらいですよ、へえ、あ大学入る前なんだ、もう遊びすぎてその間に、高校自体でも部活やってたわけでしょ、いや部活やってないです、やってなかったの、はい、100乗った理由みたいなのないの、なんか普段通りですね、あ気づいたらやっぱそういうもんよね、はい、だからその才能とかないんですってみんな言うけど、モックだって別にそんなめちゃめちゃ食わんやん、そうなんですよね、いやそうそこなんだよね、昨日飯食いに行った時ガットさんがそんな食うんやと思って、いや俺、うん、ちょっとした 小話じゃないですけど、はい、お昼結構その町中華とかでその大盛りまで書いてあるんだけど特盛りって言って特盛り出してもらったりとかするぐらい結構食ってたんですよ、はいはいはい、うちのラボでも結構食うやつが多くて、はい、編集の子とかそこによく行ってたんですけど、あまりにもちょっとその行き過ぎてて確率に太ったって何人か言ってて、うん、はいはいはい、で、お弁当に切り替えたんですよ、その会社がなんか支給してくれてる弁当があって、それに切り替えたらやっぱ量が少ないんですよね、お弁当で、先週からなんかその流れができたから俺も弁当にしてたんですよ、はい、初日弁当にしてたらやっぱ夜ちょっとお腹減ってくるんですよ、はいはいはい、で帰り電車乗ってて俺お腹減りすぎてフラフラしてきちゃって途中下車してそば食いました、うわもう耐えれなくなっちゃって帰れへん帰れなくなっちゃって駅そばに走ってかき揚げそば食ってあ漫画やんで、それとあのニューデイズ寄って菓子パン食いながら電車待ってましたうわもうなんか血糖値か分かんないけどもう体が低血糖のお腹減りバージョンもう減りバージョンみたいなもうなんか摂取しなきゃと思って部活帰りのとかだったら分かるけどもう35ですもんね、いやそうなんだよ、いやお腹減ったな減ったね、言うてもあんま時間ないわけですよ、そう、はい、なってきちゃった、だから裏を返せば幸せに取られるならあと1時間半経てば食える、なるほど、うん、あとここに俺が続けたら2人に並べたら完璧なよ、完璧です、完璧、使ってるし俺お金、なんかもうちょっと暖かくなったらデブファイブみんなでキャンプとかやってみたいですけどね、お早いなそれは、どうすかゆるキャンならぬデブキャンで寝てるところのカメラ回しましょうよ、誰のいびきが一番うるせえのかオーケストラで、もっくんが果たして座るのか超やりたいと思ってまあそれはもう出しましょうなんか知んないけど黒木さんが呪われそうっすもんねいやーいびき王決定戦やりてえな、いやでも多分笑えない無呼吸とか何人かいるからな、まあ俺がまさにそれなんですけど、あ、いいんじゃない、あ、ダメか、弾かなかった、企画とかできますよ、あははは、ダッサー、ダッサー、ダッサー、いいね、これドリフみたいでいいよね、えドリフみたいな、今当たってるわけでもないんかい、で、どう、多分現状維持って感じですね、あっちは、あの当たったりしてるんですけど、すごいね、めちゃくちゃ当たってんじゃん、めちゃくちゃ当たってる、ね、なかなか足取れへんかったりだとか、あでも、まあ、1500取れるからでかいみたいな、でかいですね、確かに、
さっきと何も変わってないが、ちょっと増えてる方ぐらいです。ああなるほど。俺も100玉増えたぐらい。もうほんまにゆっくりしといてもらっていいっすよ。え、ゆっくりしといてもらっていいっすよ、マジで。あのもうやめて、そのカメラ回してるのももったいない。え、おだて豚を待ってるみんながいるんだよ。います。で、あの問題児は6つ持った問題児どうなってます？まだ見に行ってないんですよ。見に行ってない。怖いなと思いながら。怖いね。一緒行く？そんなぶん回すような台でもないやろ。ぶん回しは19分の1だぞ。いや、あんま凄さもわからんのさ。ああ、そう。モックンラッシュやったんか？やってねえな。俺なんだかんだもう400余りっすわ。まあでもね、見てる方こういう6もあるんだよってことみたいっす。こらきついわ。飲まれましたね。追加投手になります。吐きそう。胃に何も入ってないのに吐きそうですから。もう俺一人のせいで飯食えないとかもう最悪じゃないですか。他のみんなには食わしてやってくださいよ。6座ってこれやってるようじゃダメだって。特別に調整されはい、教師はすぐさっき4回目あ4回いや5回目かな、分かんない。総投資79,000円。79,000円っす。何も引いてないのに、何なんすか。いやでもいいです。時間は、13時45分。ちょっとね、他のメンバーに遅れましたけど、すぐ追いつきますんで。赤七をもういい。3回目もういいから。あ、やば、今超重要なとこじゃん。もう15枚しか引くな。15、まだ1回もホールドしてないんで。お、いいね。早く引いてったら強いけどな。だいたいこの10ゲーム切るぐらいでいつも来るイメージ。今だと全然間に合ってないよね。いないいないいないな。いやいや、うわ、まあ、どうせこうなんてもう仕方ないです。だからレア役引くしか間に合わんもん。ここ頼む。ここよしよしよし、全然間に合いますよ。おーおー、マジレア役一発いけたらマジで間に合う。これ6回目か。大事。あ、まあ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 、あの人1回目663だったらしい。ある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 。あ、いいよ。出てこい、ホールド出てこい。うわ、やべ、1枚引いてないか。さあ、こっから気合いで。いいよ。あと1回、あと1回。ここ、うわー、ナイス、うまい、ナイスナイスナイス。こっから、こっから79,000使ってます。いや、今のは良かったっすわ。かっこよ、今のはもうパワーで持ってってる。素晴らしい、ナイス、頑張ります。いやー、ひりついたな今の。なかなか言わないですよ。パチスロ打ってて泣きそうです。ありがとうございます。まあでもここでやっとスタートラインですから、さらにこの先に行かなきゃいけないんで。最後6連続ぐらい引いてなかったっすか？あ、さ、引いてた、ね、確かにあれってまあまあ奇跡なんだな。うん、すごい。だらだら歩くな、走っていけ。あ、走っていった。変な走り方してる。そうですね、苦節3000ゲームですね。3000ゲーム回してやっと入りましたんで、はい、普通だったら絶望かなって思うんですけど、僕ね、経験値がないから絶望だなって思ってるんですよ。ただ経験のある二郎さんとかね、もっくんとかガットさんとかは全然こっからまくれると。一撃でもう1時間でまくるんでみたいなおっしゃられてるんでね、それを信じてまずは1回1回を大切にしていきましょう。さあ、大事な大事な
大事な大事な、もうここで強チェとか引いてもいいけど、荒切りチャレンジいきたいと思います。動いた、これ今動いた、もしかしてそんなことない、下バネ消えております。まず一つ、テレビの前で皆さんもね、できるだけカロリーの高いものを食べながら僕のことを応援していただければ、さあ行きましょう。2回目、気持ちが入ってますから、うい、気持ちが入ってます。カットオブセー秋山、まんまいまんまい秋山、みんなの思いが、そしてみんなが食べるお弁当への気持ち、カロリー、糖質、タンパク質、それとも全て詰まったこの AT ですからね、ぶち込んでやりましょう。さあ大事な大事な3発目、強チェリーを引けと思っております。レバー叩かせていただきます。あとはこれをどんだけ終わらせないように頑張るかです。そして設定6であれば腹切りまくりだっていう噂の、さあ行こう、力こもっちゃうねレバーに。熱くなって強打したらごめんなさいね皆さん、できるだけゆっくりやろうと思ってるんですけど、金色でした。千枚オーバー、早い、さすがの速さです。バルブレイブ最高、ちょっと待ってよ、もうあの分かるっしょ、7万9000やられてるんだから本当に、あ、終わったら心臓止まっちゃうから、これもう少し気持ちよく楽にお願いしたい。いやもうマジで怖い、 90% やで、 90% ピンチいらないのよ、もう7万9000がピンチなんだから、ここからはもう始まりましたね感欲しいです。よし、そうそう、全然腹切ってくんないんですけどね、どんなもんなんでしょう、腹いっぱい切るって聞いてるんでね、最高。しゃあ、あ、2回目行くだけで胃が痛いもんね。さあこれでやっと10セット目をかけた、よし、腹切りチャレンジ、おい、ここでいいよ、なんかない、なんか
します。1187枚です。当然ここではねやめらんの引き戻しありますから。いや引き戻しするだろお前、6なんだろ、やってくれよ。何が 90% なんだよ、あんな苦労して入れてさ。上のゲーム差60を超えました。なあ、でも数字を見るんじゃなくてここが消えるまで真摯にね、あると信じて、あると信じていきましょう。あると信じて、本当に良かったです。すいませんすいません、ならんねえ、誰もならない。ジョーさん、こういう停滞期ですかね、誰かのこと褒める、褒めるか、今でいいですか。じゃあもうついに出すか殿下の宝刀、はい、我々次鳴らした人のことを、はい、みんなで褒めましょう。いや、あのエンタメなしのやつね、はい、ガチのやつ、心から思ってるやつ。びっくりしました。びっくりした。え、取っといたんって思いました。今日初めてその何もないタイミングで聞けた。マジでいかんもんな。本当に。おお、また。ちょっと、あのはいはいはい。まあまずこういうとこ、うん。まずこういうとこですよね。やっぱそのお前ではないねんっていうそういうところで、そのあとこの速さ、この間の悪さ、こういうところが本当にザ好きですね。なんか人によってはそのじゃあ空気読んでないやんっていう人もいるかもしれないです。でもそうじゃなくて、まあ、自分のペースなんですよね、あくまで、まあまあまあ、ガストさんはいつだって、まあまあ、まあ、そうそう、うん、だからそれがね、やっぱその自分のペースで自分のことできる人ってやっぱなかなかいないですから、それはやっぱ本当にいいことですよ。いや、ありがとうございます。本当にやっぱその欲しがる貪欲さ大事です。もうだって1回目よりもだいぶ弱くなってるから、まだまだあかんなと思いますもん、そういう姿勢は。そうですね、どこまで行っても欲しがるところ。あと G パワーもね、なんかやりやすいもんあれ、その子供からお年寄りまで行けるし、なんかその背中広いし、背中広い、うん、あとめっちゃくし、あとなんかもう遠くから見たらマリオみたいな、その顔の感じとか。それ、うん、それ、ま、褒めなんそれは。え、マリオなんてめちゃめちゃ人気じゃないですか。まあ、めっちゃ人気、みんな知ってる。で、あとは、ね、横浜住んでるっておしゃれじゃない。誰でも住めるし、横浜とか。確かに、うん、いやもう本当にめちゃめちゃおしゃれ。いや、もう何もないのが出てんのよ、もう。あとこれもう嫌だ嫌だ、この鳴り方、あ、一番きついわこれ。そんな、なんでこう間が悪い、間が悪かったな。部活サッカーうまいしね。あ、そうですね、うん、あとスポーツ詳しい、うん、スポーツ詳しい。ジーパーないもん、2回目以上の。そんなも分かってるよ。マジ言われたかったな、いいところ。いや、調子悪いな。もっくんでも尻上がりなこと多いもんね。確かデブファイブでもそうですね、2回ぐらいこのなんもねえか今日はってところでギリギリでっていうのが、ね、土俵際で踏ん張ってるもんね。
最後ね、そこから爆発バーベキューのジャギの時とかは特にそうでしたね。そうだ、ジャギとかあったもんな。おっしゃ、先読みチャンスで先読み来ました。もうやめてるやん、先割れ、はい、もう先割れやめてるやん。プレミアにしたらなんないのか怖くて、そうか、よし、プレミアしますわ。あ、動いた。うえ、さあ、プレミアモードにしました。ちょっと初打ちでこんなことをして、プレミアモードで何がプレミアなのかとか全然知らないですけど、今んとこ暑そう、動いてるし、ね、今んとこ暑そうよね。え、暑い暑いって言った？暑い暑いって言った？暑い暑いって言ったね。さっき予報があれなんだね、 45% なんだ、ちょっと上がってんだ。あ、そうなんですね。さっきまで 40% だけど、約、まあけどプレミア待ちなんで、結局。そっか、プレミアに変えたの、途中変えたからか。はい、そのプレミアが絶対に来るのか来ないのかみたいなのを知らないまましてるんで、ね、ちょっと流れ変えたいな、ド派手なの出して。え、何が出てくる？珍しい。 あれ駅道出てきてたっけ、そこ。今までは扉でしたね。あ、プレミアなんちゃう、 それがプレミアなんかな。いやけどプレミアだったらレインボー出すと思うんですよ。確かに。あ、まあそっか。何これ、これ金だ。うえ、おめでとうございます。あらー、あれー、あ、そういうこと。よっしゃ、いいねー、よっしゃ、やっとね、スモックルの番やったー。今ちょうどピッチっていうところからね。あ、そうか、ここは光るみたいなんですよね、連打したら。あ、確率結構重そう。あ、全然引かない、全然引かない。強欲だって言いました。あ、ポチポチやってる。あ、うわー、ついた。すごいね。なるほど、こんな、こんなにちゃんとめっちゃ光るんだ。めっちゃ明るいね。はい、光るのもめっちゃわかるもん、発光。へー、めちゃめちゃ明るい。え、次ちょっとバレたらやってみたいな。いやー、全部取り返せ。全部森じゃない、なんか。はい、全部森。そうっすね。うん。いや、あとはもう右なんだよ、俺今日2回張ってるから、一応これ3回目。いただきます。ナイス。ここからよ、もうなんか白、赤、金、白みたいな嫌なんで、完全国士で俺行きますわ。なるほどね、はい、まあ、それが一番気持ちいいね。とりあえず俺が自分の分トントンにしたら大丈夫だと思う。え、トントンになったら、はい、あの、全然秋山さんの分も2人でまくってる。まくる。マジですか、うん、まだ俺、まあ、9000。じゃあとりあえず最初のもん、僕そこ目標にします。突破して自動3パターンでいこう。マジでドンピシャパッパッパーで言うと、マリオカートね。マリオカートだったら2個半か、2個半でいこう。ここだ、キキキキキ、行ってこーい、頼むぜ。決まれ決まれ、頼む。3回目だぞ、三度目の正直。行ってくれ、行ってくれ、頼む。もうそろそろ来い、そろそろ来い、そろそろ来い、頼む。花粉症か、お前、目つぶって開くだけだ。頑張れ頑張れ、やらしてくれよ、初打ちだっつって、お前右のラッシュやらしてくれっつって。長くないか、なあなあなあ、ありがとう。おっしゃ、ありがとう。ナイス、いいねいいね、やったうるさかったな、僕。え、なんか喋ってました、僕。え、もう全部全部漏れてたよ全部出てたよああ、初めて裏側見たいやいいね、すいません、渡しました。ナイス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 、よかったよかった。これはでかい、僕がいっちゃったりしましたが、羨ましかったんです、2人が楽しそうで。もう行っちゃえよ、これフリーズ。モックモック、変わろうよ。なんでなんで、強欲すぎるってねえ、強欲すぎるジャイアンやんジャイアンやん、ラッシュやらしてよ、変わろうよさせるかやらしてくれ。うわ、なかったわ。さあ、初めての強欲ラッシュです。カスタムしちゃおう。先バレいらん、信頼度先バレオン、落ちぶるオン、ドラブルオン、オッケー。ここはちょっと期待しちゃうの。期待しちゃうよね。はい、わかる、それ5パーいっちゃい、5パーいっちゃい、引きそうな気しちゃうもん。チェリーよ、チェリー 75%。 うわー、見たことない、見たことない、そんな
やったー、ナイスー、ナイスー、いいね、しっかりと引っ張ってきたね。いや、いいね、いいね、いいね、素晴らしい。駅ドラ見てる余裕ないから外そう。そうよね、わからんよね、はい、パーセンテージも見てこんなの無理ですわ。もしかしたらどっかでプルってるかもしれんしと思っちゃう、はい、さあ、2連目です。10% ある、 10% はある。うわー、今のカウントダウンね、結構熱いですか。ゼロまでいったら当たるやん。あ、そうか、だからその 10% のところでちょうどぴったりね。20はいけなんで、はぁ、20で当たったことねえんだよ俺も。おもろいこれ、30%、ナイスー、いいね、いいね、気持ちいいね、素晴らしい素晴らしい。さあ 20% のやつです。ここから昇格もあるかな、きた、それそれそれ、かっこいいのよ。僕はナイス、僕いいね、やったー、僕強欲だね、やったー、いやー嬉しい、しっかり仕事しますね。ゼロ1個出しちゃいなよ。いや、よかった、マジでよかった。いや、いいね、ナイス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 。え、もう言うてる間にまくるってことでしょ。そうです、やばやば、1回7500ですね、今。あ、で、これもあるんですよね、25% が、うん、もういいや、これで ST 戻る前に 25% だけでまくれ。どうなるんだ、引きそうな気するもんな、うんうん、いやー、この辺で色変わっちゃう、うわー、ないか。いやー、残り50回です。ちょっとまだ足りんわ。 10% もう一個、うん、あ、そうですか、10%か。いや、あるよあるよ、 10% もあるよ、全然30か。この辺で最後あるからワンチャン、この辺で漏らして 20%、 頼む、決まれか、あー、マジか、ちょっと足りないよこれじゃ。30%入った、30%、ラスト2個のところで、ここを30%、よっしゃー、よっしゃー、ラスト回転、すげえ、マジでいいね、引いたね、やったー、めちゃくちゃいいところで引いてるじゃん、よかったー、引いたねー、すげーわー、モロコの台、完成形やん。うわ、言うてる、うわ、言うてもうてる、うわ、この台完成形やん、パチンコのあるべき姿、うん、出玉にも期待できて、通常時おもろくて、最後までワクワクできる、音も気持ちいい、完成形。ちょっとそろそろ3000いいですか。はい、なんかもうね、3000であのフリーズするかどうか見たいです ね、 ね、ここでね、さらに強欲してもらって、いや、あれ乗り越えたらいけるよ、うん、わかる、そんな気するもん、出る気しちゃう。 30% 来たよ、いつも助けてくれて 30%、 よし、おいで、うわ、うまい、うまい、うまい、だ4だから、またさっきのだな、途中で来いよ、消しとく、消しとく、ガーガーガー、多分あるだろう、77%とか見たい。あー、いいっすね、3000%とか。そんなちっちゃいとこにかける。それなら 0% とかの方がありえそうやねんけど。確かに 30% 来たよ、まだ外してないよ、見ちゃうよ、頼む、あー、やべえ、俺ももう一回それやりてえ、変なリアクション、のけぞってたで、30% 外して、20%、 やった、すげえ、マジかよ。だけどまた 20% で 20% いた、来い、なんだよ、なんだよ、いや、いいね、いいね、いいね、めっちゃ当たってんだけど、続けてる、続けてる、なんか光
かかったマイクが。次当たったら300発でも1発超える。ちゃー、いろんなとこ力入ってる。オッケーオッケー、一回クールダウンな。オッケーオッケーオッケー、20発早いね、クールダウンクールダウン短すぎるやろ打ちたい欲が先に出てんじゃん。あ、ブルブルしてる、落ちた、まだー、ナイス、やったー。これ一個まくり30でしょ。これでまくりました。いや、すげーわすげー、やばいやばい。え、3人で3万発ですね。我々天才やね。10パーホールからでしたわ。わー、いいねー、おしゃれですね。ホック強いね、やっぱり。いや、耐えました。結局出すもんな。俺もあと1回当てよ。あー、だいぶ落ち着きましたね、3ラウンドの暴れ具合は。25回で10回なら、まあまあまあ、ちょっと多いぐらいか。でも秋山さんがパチンコのコーナーとかに来てないってことは、そういうことだね、続いてるってことだな、多分。結果次第でね。何を言ったかって我々関係ないじゃないですか。家庭は関係ない、はい、関係ない、途中ですまだ、はい、行きましょう。我々はもうサウナパワーで、あ、そうですね、サウナパワーで行きましょう。整ったぜ、整ったぞってことですからね、はい、入ってないのよ入ってないのなんでな、なんで俺がこれで一人なの。秋山さんでしょ今俺ら焼肉パワーでしてください、昨日ね、サウナじゃなくて。あ、そうだね、焼肉か。じゃあ確かに、うん、あの我々は力を合わせなければいけない、はい、そうです、はい、なぜなら、はい、2週間後ぐらいにこのデブファイブでボートの名前を、そうなんですよ、ボートやるんですよ、ボートやります。我々精一杯頑張ります。それもいないのよそれもなんかデブファイブ出てるのに4人なのよなあ、え、正義という希望を背負い、はい、大丈夫、これ見ましょう、これ見ましょう。え、2発だった、え、ポキュン、ポキュンなった、え、なった、え、びっくりした、さあ、止めないでしょ来た、ついに出ました。あー、ほら、あー、ほら、あー、ほら、いや、ほんとよかったよ、さあちゃん。これ7万9000いらの時はほんとみんなに申し訳なくてさ金物のロギーとして生きていこうかな。